インターネットユーザーの実に87%が YouTube を利用しておりここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます詳細は説明文のリンクよりご確認ください 朝のコメンテーターは元外交官で評論家孫崎受けるさんですこの時間は孫崎さんにですね来年伊勢島サミットにプーチン大統領を招く方向で検討という、まあ、こういうニュースがあるんですがこちらについてお話をお伺いします政府は三重県の大島市で来年開催する伊勢島サミットにロシアのプーチン大統領を招く方向で検討に入ったということなんですねウクライナ情勢めぐって先進7カ国2014年からロシアを排除する形で サミット開いてきましたが、えー、エネルギー問題やテロなど国際的な課題に対応するためにはロシアを含む主要8カ国での議論が必要と判断したということなんですね、まあ、日本が議長国としてロシアの復帰を主導することで北方領土交渉の進展につなげるという狙いもあるんでしょうが、えー、このロシアのサミットへの復帰 なんですね、あの先日行われた6月の7日、8日ドイツで行われた G7 サミット、まあ、ここでもです、ね、ロシアは参加しておりませんでこの時にプーチン大統領はです、ね、ロシアが異なった視点を提供することができた G8 主要8カ国のサミットこれは有意義だったがロシア抜きの G7 は国際機関ではなく利益でつながった国々のクラブに過ぎないと。 いうふうふに批判をししておりましたで、来年のこの伊勢志摩サミットでは、今のところ、ですね日本は呼ぶ方向でいるということなんです、これに関してはいかがですかえっともしも、こ今年の、はい、こ、えー、今年中にまあ結論を普通はつけなきゃいけないと思いますけど、はい、そうだとすると、これは無理ですね。 無理どういうことかというと、はいえー、クリミアの問題から西側諸国、はい、欧州、それからアメリカを含めて制裁を継続するということになっていますから、はい、そのような中で、えー、この G7 を G8 の形でロシアを呼ぶ。 こういう合意は西側ではできません、これが一つ、はい、それからやっぱり、日本の今の対ロ政策っていうのは、あまりでもいい加減ですね。<ー>えー、っていうのは、今、ウクライナ問題をめぐって、ウクライナの大統領は、クリミアを実力で取り戻すっていうことをもう何回も言ってるんですよね。 これは絶対にロシアとしては受け入れられない、そこに安倍さんはのこのこと出かけて、ウクライナを支持すると言ってるから、ロシアから見ると、この人一体何なのだろうと、われわれに一つ、ある問題ではニコニコのした顔をして、ある問題では私たちを殴りつける側についてる、ちょっとあまりでもいい加減すぎますねそれは水面下で、いや、ちょっと行くんだけれども。いやいや、もうこれ、もうロシアにとってはウクライナ問題ってのは非常に大問題ですから。 それを実力でもって取り戻す、ええ、その大統領を支援するなんていうのは、これ、ありえない、ええ、ロシア側からですよ。ええあの セブンの前に、誰もウクライナに行って頑張れ頑張れと言ってない、それだけ気を使ってるのに、安倍さんは平気で行ってますからね、あまりにもひどすぎますよとなると、今回こういうニュースが流れました、プーチン大統領招く方向で検討している、日本側はじゃどうぞ来てくださいって言うけど、ロシア側からしてみればふざけるんだということになりふざけるんだと、あっちにもいいか、こっちにもいいか、スポットスポットでいいかを知ってもしょうがないはい。 こう継続的な戦略っていうのは、全く見えないとなると、日本はどこかで踏ん切りつけて、どちらかっていうふうに、もう少し柱をそうです、本当に対ロシア政策は何が重要なのか、えーはい、それをしっかりする必要があると思います、えーえー、アメリカに、えー、との協調でロシア政策をやるのか、はい、あるいは北方領土問題みたいなもので、日本独自のものを中心にするとか。えー そこがあ,ある時にはこっち、ある時にはこっち、もうあの昔のコウモリみたいなもんですよ、えー。これ、ロシアからしてみても、今、孫崎さんおっしゃった通りだと思いますけれども、アメリカからしてみたらどうなんですか、これは。本当にね、えー何この、この人、何考えてるんだと思いますよね、我々の方に来て、えー、ロシアに厳しくやるということに一緒でやってるじゃないかと、えー、それなのにな,るとなぜまたふらふらそっち側行ってんだとうんあの。北方領土問題がありますからって言ってて言ももそんなものは ああのまあ、ね一言ですもんね、アメリカからしてみれば。まあこれをやったから、はい、北方領土で解決できるっていう問題でもまたないんですよ現実はそうなんですね。はい、はいままた後ほどお話をお伺いします